宮城県4区に令和新選組から候補者を立てないのでしょうかみたいなことは聞かなくていいんですか立てて安住淳淳さんを引きずり下ろしたいんです安住さんの国会運営は自民党のための国会運営ですはっきり言いますだから自民党だけが悪いんじゃないそれをアシストし続けるような野党の存在っていうのは実は外役でしかないんですよ立憲民主党の中にも その他の政党の中にも素晴らしい議員さんはたくさんいます。私たちと経済政策がそんなに大きく違わなかったり、将来こういう日本にしたいよねっていう将来像みたいなものが共有できている素晴らしい議員たちもいるんです。けれども国会の中で戦ってるふりはしても戦ってないんですよ。そういう人が皆さんの選挙区にいらっしゃるので非常にテンション上がってます。 令和新選組代表、山本太郎、宮城県石巻市おしゃべり会、2025年9月7日より、えー、ここ4区でしたっけ、衆議院の時には、宮城県4区に、れいわ新選組から候補者立てないのでしょうかみたいなことは聞かなくていいんですか、大丈夫ですか、はいはい、立てて安住さんを引きずり下ろしたいんです、はい、安住さんの国会運営は、自民党のための国会運営です、はっきり言います。はい だから自民党だけが悪いんじゃない。それをアシストし続けるような野党の存在っていうのは、実は外役でしかないんですよ。立憲民主党の中にも、その他の政党の中にも素晴らしい議員さんはたくさんいます。私たちと経済政策そんなに大きく違わなかったり、将来、こういう日本にしたいよねっていう将来像みたいなものが共有できている素晴らしい議員たちもいるんですけれども、国会の中で戦ってるふりはしても戦ってないんですよ。 そうなんですね。そういう人が皆さんの選挙区にいらっしゃるので、非常にテンション上がってます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> はい。尊敬する先輩ね。え、っていうことのお一人なんですけどね。はい。あ、白目向きながら言わなからな。私、とっても、あの、尊敬しております。あの方のことを、っていう,うごめんなさい。白目で言っちゃった。は、い